ターナー症候群とは、比較的よく見られる常染色体優勢の先天性疾患で、小児心臓専門医のジャクリーン・ルーナンにちなんで名付けられた。ターナー症候群の男性版であると称されることがあるが、2社の遺伝子的要因は異なる。主要な特徴として、先天性心疾患、低身長、学習障害、老と胸、血液凝固障害、 浴場首や平坦な微量などの特徴的顔形がある。NS は RAS 病であり、RAS、モップックシグナル経路の破綻によって引き起こされる疾患の一つである。出生線から2500名に1人という報告がある。ダウン症候群と同等の発生頻度を持ち、先天精神疾患に関連する最も頻度の高い遺伝子疾患の一つである。しかし、 症状の範囲や重症度は NS 患者それぞれによって大きく異なるため、本症候群は必ずしも若年期に診断されるとは限らない。ヌーナン S シンドロームメットプレグル31 299303、プミド692497、ヌーナンシンドロームドーランド医学辞典、http コロンスラッシュスラッシュ www.nanbyou.or.jp スラッシュエントリースラッシュ4866ありがとうございます。